京都府警乗用署は5日、京都府城陽市内の路上で小学2年の女児7が車で一時連れ去られる事案があったと発表した。同署によると、5日午後3時半ごろ、同市内に住む女児が学校から帰宅途中、路上で男に車に乗せられ、数分後に解放された。車は黒っぽい色だったという。帰宅後に女児から事情を聞いた父親が通報した。同署が未成年者略取事件として捜査している。